それともおはよう。お休みの前かな。エマベルデだよ。わあ、いよいよ私たちの歌を発表できるんだ。のんびりしてたらもう目の前だよ。でもあと少しであなたに私の歌を届けることができるんだね。楽しみだな。私の初めての曲は大好きな故郷を少しイメージしたの。私の故郷は豊かな自然が人を包み込んでくれるところなんだ。そんな風に私も私の歌であなたのことを包み込んであげられたらいいな。